はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリルです。フォールアウト4続きやっていきたいと思います。で、今ですね、このナショナルガード訓練場という中に入ってきているところですね。で、その中の途中でした。で、さらに先に進んでいきたいと思うんですけど、ベッドで寝なくても大丈夫だよね。とりあえずここで休める場所があるっていうのが分かった。あ、そうだ。で、なんか取りましたよね、インベントリーの。あれ、すぐ切れるやつじゃないのか。なんか伝説のなんとかみたいに取らなかったっけ。武器だったか、違うな。金庫破りのレーザーも、まあいいや、行きますか。で、次はどこ行けばいいんだ。なんかないか、入ってないか。あ、キャッチエッド。どっから入ってきたっけ。あ、ここ武器庫っぽいな。違うか。ここになんかないかな。何もないし。次はどこ行けばいいんだろう。ここで終わり？これ以上先がなさそうですね。じゃあセーブして、下ももう行ったでしょう。一応示してるのあっちになってるな。あれ、何示してんだ。これ示してんのか。警備長と話す。警備長と話すをやってんのか。だからだ。そっか。ここを目指してて、ただただここへ寄っただけですもんね。だからだね。じゃあいいや、下へ降りますか。あ、やばい、敵がいる。というか、ここはまってんだけど。やばい、なんかいっぱい出てきた。あと一発、こいつは。よいしょ。なんかいっぱい受けたな、変なのも。うわ、光し物っていうのが強いんだけど。多いでしょう。
気が弱いのは弱ってる。こいつ連続で撃てない武器なのがちょっと痛いな。死ぬわ、こんだけラックに侵されて。やばいやばいやばい、これやばいっしょ。ちょっと待って、待っててくれんのかな。ラットウェイを使ってスティンパックがあんまないよね。ポンさん、ぬかランチャーってこれ弾ある？弾ない。リロードしろ、リロード。こっちに集中しよう。よしよしよし、倒した。あ、光りし物はどこ行っちゃった。いや、もう一匹いるな、やっぱり。いた。ヘッドショット狙えないか。こいつ倒すとまたなんかもらえんじゃないかな。強すぎでしょう。最悪の相手に立てついたな。本当だわ。長いし、おし。汚染された血液。いや、びっくりしたわ。セーブセーブ。こんな強い奴らがいるとは思わなかったな。なんとか切り抜けましたね。出ましょうか。いやー、グールにスーパーミュータントに結構強い敵ばっかですね。たまには人と戦いたい。あ、そっか、こっから入ってきたんだっけ。あれ、これ出れない、もしかして。ドアを開く。開きましたね。セーブして、やべ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 、まだあるじゃんっていう日が。武器を構えてくれ、武器を。何でもいい。オッケー。マジか。登れる？あ、まだある。上登れないかな。上登ってなんか武器かなんか取りたかったんだけど。ここは何？なんかロボットがいるよ、中に。セーブセーブ。
どの辺に出てきたんですかね。ここか。で、目的地がこっちだから、このまままっすぐ上でいいんだね。ここか、今入ってたのは。ここにも何かある。この建物は何だ？反対側から？おい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 、焦ったわ。地雷がある。とりあえず寝よう。でセーブしておいて、弾ぐらいしかないか。あとはなさそうかな。目的地がこっち。何ですかね、あの施設は。ちょっと行ってみるか。救難信号を検出しました。待って、なんかいる。こいつも強いんだよな、確か。あ、そうでもなかった。マイアラーク、序盤でなんか苦労したやつですね。発見にならないな。ああ、ここまた犯されてる、犯されてる。敵がいるぞ。ミュータントだ。ちょっとダメだこれ、死ぬ。スーパーミュータントの巣でしたね。ちょっと無視していった方がいいかな。で、どこだっけ。ここだよね。このまま道なりに行こう。あれ、なんかいるよ。なんか言われた。ロボットじゃん。ちょっと通じてなくないか。強いんですけど、もうスティンパックないな。一旦戻りましょうか。補給といろいろ物資を揃えて、もう一回出直してこようかな。あ、こんなとこにパワーアーマーが、しかも起動できる。これどうすか。じゃあ来た方がいいかな。まるまる揃ったパワーアーマーがありましたね。あ、違う、頭がなかった。今見たら頭ないよね、これ。あれ、これ大丈夫、このパワーアーマーで。エネルギーがどのぐらいあるんだ。まあ、そこそこあるのかな、わかんないけど。
なんか外で爆発したけど、なんですか。あそこか、爆発したのは。セーブして、で一旦帰ろう。でこっから出直せるからね。本当はこの辺でもう一個なんかポイントがあるといいんだけどな。まあしょうがないですね。ということでパワーアーマーだからここへ持っとこう。サンクチュアリ、頭がないんだこのパワーアーマー。使ってないですけどね。一応3体パーツみたいなのと入れて3体あるんですけど、ここへ脱いでいこう。え、ここでは外せません。でフュージョンコアだけ取っておけば、大丈夫ですね。フュージョンコアを残しておくと、なんかあの起動できちゃうので取られちゃうそうです。誰かに。実はな、最後に君と話してからだいぶ気分がいいんだ。私たち二人がこのサンクチュアリにいる未来に向けての準備を。一番最初に出てきたボルテックのスタッフですね。ボルトテックの。ここに来たらって言ってたけど本当に来てましたね。改造できるけど、まあ、この辺はいいや。ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。またちょっと準備して続きをね進めていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。